ほーら、風の音が聞こえるでしょう。ほーら、土の匂いを感じるでしょう。地球が呼吸してるみたいだよね。ここは広い大地、どこまでも広がる大地。遠くには地平線が見えているよ。この世界は君の心の中にあるんだ。僕たちは君が行きたい場所に来たんだよ。忙しい君は心の赴くままに旅なんてできていないだろう。だから僕が世界中に連れて行ってあげるよ。君が望む場所に連れて行ってあげるよ。現代の人々は疲れているよ。生きる気力をなくしているよ。同じ毎日を繰り返していたら心が削れてしまうよね。だから僕は遠いところからやってきたんだ。人々の心に平穏を届けるために、遠いところからやってきたんだ。僕たちがいた世界にも我慢しすぎて心が壊れてしまった人がたくさんいるからね。君だってカゴの鳥みたいにいつも同じ毎日は嫌だろ。君だって癒しの旅に出たいだろ。君は僕を信じればいいんだ。信頼してくれればいいんだ。そうすれば僕は君をいろんな場所に連れて行ってあげられるんだ。だから僕に全てを預けてよ。君は何も考えなくていいんだ。君はただ幸せな場所を想像すればいいんだ。重いものを背負っていたら空は飛べないよ。いらないものは置いていこうよ。悩みや不安は置いていこうよ。ほーら、体が軽くなっていくよ。心が軽くなっていくよ。荷物を下ろしたら、さあ、旅の始まりだ。次はどこへ行きたいかな。ほーら、行きたい場所を念じてごらん。君がゆっくりと安らげる場所を想像してごらん。そしてもう一度瞳を閉じて、一緒に夢の世界へ行かないか。二人で新しい世界に飛び立とうよ。
人でまだ知らない世界を見に行こうよ。一瞬で世界は変わるんだ。一瞬で君が念じた世界に行けるんだ。新しい世界に飛び立とうよ。キラキラと輝く世界を飛び回ろうよ。癒しの旅の始まりだよ。